ちゃんの方は、空いててもいいのかなってちょっと思ってるんだけど、これで言えるかな、やっぱり。あしゃ。朝方とかはひんやりしてるんだよ。まあいや、気温がじゃあ上がってくるまで。はい、ということで、おはよう。二人ともご飯食べる？さっき食べてた。ジェン君は撫でてほしいのね。さっきにジェン君、リコさんがカリカリ食べてたよ。ねえ、ジェン君、かね、カリカリ食べていいかな。いいかですね。ジェン君。カリカリも食べたし、はい、はい、はい、おはよう。どうしようかな、アンズちゃん。一応開けとこうか。しおんくん、食べ過ぎ。いや、そうでもないな、けど。おんさんだったらね、今撫でられそうだ。手入れても避けなかった。
ちゃいで。サンジちゃん。忘れた。昨日だか落としたのよ。うん。1階に2階から。下にかけらとか落ちて、あ、まあ掃除したから大丈夫。白い器だから。2階にコロコロやったじゃん。あの下とかに挟まっていたら取らなきゃいけないから一段のマットを取って、多分1階に落ちたから割れたと思うので、うん、1階に落ちてきてるよね。外にピョンって飛び出てなければいいけど、うん、その天地の外とかに全然分かんなくて、うん、陶器だから、うん、ものすごいガラスではないけど、まあちょっと、あの周りはあの掃き掃除はしてるけど、うんうん、ちょっと薄いからね、そこから割れるからね、うん、この人たちは消耗品を消耗品として素早く使ってくれるからいいね、うん、陶器じゃないいいやつがあるよね。はい、お掃除終わりました。
サンドちゃんもご飯来るからね。ママじゃないとダメなんだね。おじさんのなでなでは華麗にかわしました。うん、2階ではね、だからちょうど数週間前のマオイさんと同じ状態だね。もう覚えてないんだね、おじちゃんに撫でられたのは。またすごい遊んでるけど、ご飯忘れて遊んでんじゃないの？お腹空いてないの？はい、アンズちゃんも降りてきましたけど、もうご飯だよ。アンズさんお待ちかねですので、ゆっくり食べてもらうためにさ、あ、そっか、チャコちゃんも、チャコちゃん、チャコちゃん、おもちゃ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 、